さて、今回はクズ鉄道リブートの進捗状況について少しご報告を兼ねた動画を作ってみようと思います。随分時間かかってるけど、まだちゃんと修理してたのね。とりあえず、俺が今住んでいるところと、車を修理している場所がえらく離れているのでなかなか修理が進んでないけど、たまに出向いて行ってちょこちょこ修理はしてるぜ。これは2022年の3月の画像だから、もう1年以上前になるな。結局、なんでこの車は動かなくなったのかしら？直接の原因は冷却水漏れだったな。これはすでに部品を交換済みの画像だけど、赤丸で囲んだ部分の鋳造製のパイプにクラックが入って、水がボタボタ漏れてきたのが原因だ。これが割れた部品だな。割れた当時は、溶接でクラックを埋めてやろうかとも思ったんだけど、かなり部品が割れて歪んでいたため、新品を注文することにしたぜ。ちなみに、中にはまっていたサーモスタットも完全に錆びていたので、これも新品交換だ。ここまで錆びたら全く動きそうにないわね。で、このタイミングでボロボロに朽ちていたブリッドのフルバケットシートも捨てることにしたぜ。これはあなたが珍しく新品で購入したシートだったのよね。同じシートが手に入ったから捨てたけど、2センチほど持ち上げて作ったシートのレールはそのまま継続して使うぜ。で、タイミングベルトを交換するタイミングでウォーターポンプも交換したが、こんな感じでボロボロになっていたぜ。これはひどいわね。手で触るだけで羽がボロボロ折れるので、完全に限界だったな。この日は、こんな感じでタイミングベルトとウォーターポンプなどを交換して終わったな。ラジエーターは新品を何年か前に入手していたので、それをつけることにするぜ。まだ、これからバラしていくからすぐにはつけないのよね。そうだ、ここから本格的にバラしていくぜ。とりあえず、ウインチとウインチベッド、左右フェンダー、グリルなどを取り外して。暗くなってきたので、本日の作業はこれで終了だったな。フロントバンパーなしのクズ鉄号って20年以上ぶりじゃないの？おお、21世紀に入った頃から今のスタイルだからそうなるかもな。さて、これは5月の画像だから1ヶ月以上の時間が過ぎてしまっているな。また随分、間が空いてたのね。俺も結構、忙しいからな。から登場。さて、ボディの後ろ半分を外すことになったので、室内にある部品は取り外すことになったな。さあ、ついに地獄の作業が始まるわね。嬉しそうに言ってるんじゃないよ。この頃は、腕は怪我してたし体調崩して珍しく仕事も数日休んでいたんで、絶不調だったんだからな。ああ、そういえば、毎日職場で大喧嘩してた頃の話だったのね。また、この日は5月だというのにめちゃくちゃ暑かったな。暑さが画面越しに伝わってくるわね。今にして思えば、このままボディを外さずにあれこれ作業してたら、今頃はもう乗り回していたんだろうなと思うぜ。もう、手遅れね。手遅れだな。見えている部品の中では、ラジエーターもアッパータンクから水漏れしているので交換。エアコンのコンプレッサーはリビルトに交換。オルタネーターもリビルトに交換。ブレーキとクラッチのマスターシリンダー等、交換。ワイパーモーター丸ごと交換。クーラーの配管などもほとんど交換。スターターもリビルトに交換ってところかな。随分いっぱい交換するのね。いや、まだまだ足回りやブレーキ関係、ショックやブッシュなどなど大量に部品を交換するので。今のところで部品代だけで60万円近くになってるかな？え、そんなにお金がかかるの？いや、まだまだかかってるぜ。工具類とかも、もうランクルに乗らないんじゃねえか？ってことがあって全て捨てたので、また一から買い揃えていっているし。まだ作業は全然終わってないからな。目の前が暗くなってくるわね。で、あなたは何をしているのかしら？ロールバーの取り外しと、車内の配線や電気関係の部品等を全て外していっているぜ。あ、そうか。ボディの後ろ半分は捨てるんだっけ？いや、誰か引き取りたいって人がいるそうなんだけど、いる人がいるんだなぁと感心するな。この頃はまだエンジンも汚いな。今は随分綺麗に掃除したり色を塗り直したりしてるな。30年近くの赤が溜まっているってことかしらね。この車、走行距離はどのくらいなのかしら？まだ20万キロってところかな。ちなみに動画は残ってないけど、この日の翌日、試しにエンジンに火を入れてみたらとりあえず問題なく回ったので、一応動いていたな。あなたは今、ロールバーを外しているのよね。外さなくてもボディは取り外すことができるんじゃないの？このロールバーは欲しいという人がいたから譲ったぜ。ジョイントが多くあるタイプのロールバーだから取り付けや取り外しは楽だったんだけど、転倒した時に全く強度が足りなくて。フロントガラスがすっ飛んだことがあるので、頑丈なワンオフの7点式を入れる予定にしているぜ。この手の作業で少しでも楽をするために電動工具も新調しているぜ。先日の動画で映っていた工具も捨てたの？ああ、捨てたな。家庭用電源のエアコンプレッサーやエアタンクも？ああ、言っただろう。全部捨てたぜ。それはもったいないわね。まあ、当時はそうしなければいけなかったからな。こうやってまた四駆で遊ぶようになったんで取り揃えていってるんだけど、問題はレスキュー用品も大半、捨てたことだよな。前回の動画で映っていた道具、全部？ああ、いくらか膨張なんか持っているけど、ほとんど残ってないな。残っているのは、この車だけだぜ。とりあえずまた一から黒缶を始めるってことなんで、初心者みたいなもんだな。あなたみたいな図太そうな初心者っていないわよ。太いとかデブとか言ってるんじゃねえよ。言ってないわよ。そういえば、ブリッドのフルバケットシートが取り付けられてるわね。中古で1万円だったかな？随分、安かったのね。
シートレールを入れて、新品は確か10万円以上したはずなんだけどな。で、疑問があるんだけど。なんだね、霊夢くん。なんで修理工場で作業をすべてやってもらわなかったの？なんでだろうな。理由はないの？多分、全部他人に任せていたら修理費用が200万円以上するんじゃないか？一昔前は、100万円でランクルを買ってきて、200万円くらい修理費用をかけたらボディの板金も含めて新車同然にできるとか言ってた人が多かったんだけど。最近は車で200万円の中古、修理費用で100万円なんて言ってたりするもんな。カッパラ登場。さてまた1ヶ月ほど経った写真だが、ボディとシャシーの分離に成功したぜ。で、外したボディはこのように別の場所での保管となったぜ。ここに来るまでが一苦労よね。まったくだな。ひとまず屋根以外はお役御免だな。お疲れ様ね。で、ここからがいよいよ本番だな。フロントブレーキのオーバーホールに入ったぜ。ここからはひたすら掃除と磨き作業だぜ。ブレーキのピストンは思ったほどひどくはなかったんだけど、ひたすら磨いて。まあまあ綺麗になったぜ。並行して、エンジン周りの部品も取り外していって。排気管、エアコンのコンプレッサー、オルタネーター、スターターなどすべて外したぜ。次はフロントのハブをばらしていくぜ。おや？右前のハブは水が入っていたのかな？意外なことに、キングピンベアリングは上下とも特に問題はなかった。うちのファミリーカーだった DJ74V は、一度キングピンベアリングが腐ってバラバラになったことがあったのだが、黒缶で酷使した車の方が状態ははるかに良かった。ホーシング側も特に問題なし、傷が入って見えるのはグリスの跡だ。ただ、問題はこのドライブシャフト。サビが浮いているのでこれはトラブル発生時の予備として持っておくことにした。結構、右の CV ジョイントあたりから、カコカコという音がしてたからもっとひどく傷んでいるのかと思ってたが、意外と綺麗だった。左右のドライブシャフトを抜いたが、左側は全く問題なかったので、右側だけ強化品と交換した。さて、トランスミッションとトランスファーには長年堆積して、さらに熱で焼き付いた強烈な泥がへばりついてしまっていた。これはひどいわね。ボディとミッションの間は高圧洗浄機でも効かないのかしらね。ああ、ほとんど見えないからそこまでムキになって掃除しようとは思わないからな。電動のブラシとマイナスドライバーで徹底的に堆積した泥を除去していくぜ。結構、デコボコした表面をしているので細かいところまで綺麗にするのは大変そうね。霊夢の手も貸してくれ。いやよ、私は育ちがいいんだからね。これまで一度も泥や油に触ったことがないから遠慮しておくわ。それでも一日もガリガリやれば結構綺麗になったぜ。それは良かったじゃない。おお、遠目に見たら綺麗に見えるかもだぜ。写真などはまだ分厚い泥の層が堆積しているわね。おっと、ここで問題発生。クロスメンバーの付け根の部分の写真にクラックが入っていたぜ。これはちょっとヤバいんじゃないの？PZJ70 の場合、クロスメンバーはトランスファーを下から支えているわけなんだが、岩場を攻めすぎていたのでクロスメンバーもボコボコになってたぜ。写真の下側はクラックが繋がっているわね。結局、内側の肉抜き穴までクラックは繋がっていたので、写真の下半分が折れていたってわけだな。どうすんの、これ？カッパラ登場。ちなみにこちらがボコボコになってしまっていたクロスメンバーだ。横から見ると、ボコボコ具合が半端ないわね。これについてはあまりにも歪んでしまっていたので、これを補強して使うという案は却下。新品を買ってもよかったんだけど、強度が足りないだろうからそれも却下。結局、これについては今年に入ってからかなりごつい鉄板で新たに新調することになったぜ。これは先日の写真だが、こんな風に強化クロスメンバーが装着されたぜ。え、本当に一から作ったの？すごいわね。作ったの俺じゃないけどなわら。ちなみにシャシー側も相当広範囲に補強しているぜ。これも先日の画像よね。クラックが発生してたのは運転席側のシャシーの下側だったんだけど、一応なんともなかった反対側も綺麗に補強している。割れていた運転席側もこんな風に綺麗に補強しているな。こうして見たら、クロスメンバーを完全に自作したのがわかるかな？複雑な形状しているし、かなりごつい鉄板を使っているわね。また、2022年の4月に戻って、燃料タンクのガードを外すとこの通り、大量の泥が入り込んでたな。これは構造上、仕方ないわね。タンクも比較的綺麗な中古品に交換する予定なんだけど、こんな具合にかなり凹んでいて、容量も減っているようだったぜ。で、これが外したタンクガードと、比較的凹みの少ない中古品だな。どちらがあなたの車についていたものか、本当にすぐわかるわね。ちなみにシャシーの補強といえば、20数年前に車を購入して割とすぐにクラックが入ったので、クラックを溶接で埋めてからこのように広範囲に補強しているぜ。ということは、この車はシャシーにクラックが入ったのは2回目ってことなのね。前から見てみるとよくわかるんだけど、この車はシャシーがかなり元から歪んでるもんな。ファーストメンバーを横から覗いたら、こんな感じに歪んでいるものね。本来はまっすぐなパイプなんで向こう側がよく見えるはずなんだけどね。さて、サビが浮いていた右側の CV ジョイントは車外製の強化品が手に入ったのでこれと交換するぜ。右側のドライブシャフトは短いので作業は比較的楽。シーリングをはめ込めば作業は終了だ。フロントのディスクブレーキも組み上げて、新品のローターが入ってくるのを待つだけだな。さて、リアのハブ周辺も綺麗にしていくぜ。
ドラムを外してみたら、ありえないほどの段差ができてしまっていたので、ドラムが外れずに大苦戦したぜ。これは再生不可能ね。右側のドライブシャフトはこんな感じでスプラインが長いぜ。これはなぜなの？デフロックをするためだな。ちなみにフロントデフロックは構造が違うので左右のスプラインは同じ長さなんだけど、リアのドライブシャフトはこんな感じで左右で明らかにスプラインの長さが違うんだよな。さて、これは今年に入ってすぐの画像だけど、クラッチ関係の部品を丸ごと交換していくぜ。クレーンがあればミッションの取り外しは随分楽だ。取り寄せていたクラッチカバーがなぜか DJ 用のものが混じっていたというトラブルもあったけど、問題なく装着。人でも多いし、整備士や元整備士がいれば見ているだけで OK。上からミッションを吊り下げて連結させればよかったので作業は非常に短時間で終了した。ちなみにクラッチのレリーズシリンダーも新品と交換。細かいことだけど、エンジンマウントとミッションマウントの隙間にシリコンシーラントを充填している。詳しくは知らないが、乗用車などでこれをすると振動も少なくなり快適になる、らしい。さて、また月日は流れて2023年のエイプリルフールだ。今日はこの車のボディを俺のクズ鉄号に連結する作業をしていくぜ。このボディには頑丈なロールケージがついているのと、荷台に仕切り板が入っているので、荷室の重量物が前になだれ込んでこないようになっているぜ。後ろから見たらこんな感じだな。元が黒っぽい車なんでチグハグした印象があるが、ボディの凹みは比較的少ないかな。テールレンズは某ショップのジムニー用のテールレンズらしいのだが、同じものはフォークリフトでよく見る。シャシーは塗装が済んでいるので、ボディを乗せる準備は一応整っているな。泥まみれで汚かったシャシーが随分綺麗になったわね。だろ？将来的に、キャンピングカーになるんで綺麗に使いたいよな。そんなわけ、ないじゃないの。さて、クレーンでボディを吊っていくぜ。あらら、バランスが多少悪いけどなんとか持ち上がったな。人の手で持ち上げようとすると、何人くらい必要になるのかしらね。重いロールケージもついているから10人くらいいるんじゃないの？この車、改めてボディの裏側を見てみたら、後部座席の前にリアヒーターがあったみたいだな。え、それはどうしてわかるの？見慣れない配管が2本、バルクヘッドから運転席の真下を通って、センターコンソールの下あたりまで伸びているんだよな。早速、ドッキングさせるぜ。ほい、完了だ。随分、短縮させてるわね。ロールケージのマウントの真下にボディマウントのボルトが来るので、作業の邪魔になるからひとまず撤去。当分ロールケージはいらないので、元の車の上に戻してみたぜ。試しに椅子を乗せてみた。あなた、何遊んでるのよ？いや、トライアル専用車にするなら、ハンドルとペダル類をつけたら黒缶できるかなってね。あなた、相当、黒缶に飢えているものね。こんな車で黒缶し始めたら、普通の車なんか視界が悪すぎて乗れないだろうな。で、写真を撮り忘れたので、これはボディを外す前の写真なんだけど、だいたい、こんな感じになるまで作業を終わらせたぜ。ご苦労様だったわね。さて、ひとまず道半ばって感じなんだが、我がクズ鉄号のリブートの途中経過をお届けしたぜ。でも、実際は写真に撮っていないだけで、実はまだまだ多くのメニューをこなしていたりするぜ。例えばエンジン周りの清掃と色塗りや部品交換や、リアデフロックのオーバーホールや前後リーフとブッシュの交換。結構、画像を残してないことも多いのね。直射日光でクソ暑い中、油まみれの手で写真とか残す気になかなかならないからな。それはそうよね。で、背景に映っているこの2つのミッション、は何かしら？左側が HZJ70 に搭載されていた H55F マニュアルミッションで、右側が俺の PZJ70 に搭載されていた R151F マニュアルミッションだぜ。左のミッションがダイナとかに乗っていたと言われているトラック用ミッションで、右のミッションはもともと乗用車用だったミッションってことなのよね。ああ、そうだ。ちなみに今の70系は右側のミッションとほぼ同じものが乗っていると思うぜ。H55F を拡大してみると、ミッションのシフトレバーとトランスファーのレバーがほぼ真横に並んで生えているんだが、R151F の方は、トランスファーのシフトレバーに対して、マニュアルミッションのシフトレバーが随分後ろから生えているのがわかると思うぜ。それで PZJ70 とかのミッションのシフトレバーは手前側から生えていて、しかもレバーがちょっと短いのね。そういうことみたいだな。それにしても、イメージ的には頑丈と言われている H55F は非常に大きいとか重いってイメージがあるけど、意外と丈が短いしずんぐりした格好してるのね。これはまだ5速だからオーバードライブの部分が少し延長されてるけど、4速だった頃はもっと短かったってことだからな。70系で4速ミッションが乗っていたことはあったの？いや、ないぜ。40系のエンジンが 3.2 リッターから 3.4 リッターになったタイミングで H41F が H55F に変わって、70系はそのままの組み合わせで始まったからな。ちなみに60系で言えば最初の DJ60V の頃は、4速ミッションだったけど、次に出た DJ61V で H55F ミッションに変わったぜ。ちなみに主は部品取りで DJ60V を1台持ってたぜ。じゃあ、60を3台持ってたってこと？そうなるな。いやー、今にして思えば、あの DJ60V も捨てずに持っておけばよかったかなと思うな。そうね、レストアしてたら面白い車になってたかもしれないわね。そうだな。例えば一時的に余ったワン HZ と H55F を乗せた60とかも面白いかもだろ？間に合うけは良さそうよね。まあ、ほとんど80のスタンダードや GX って感じになるだろうけどな。
ミッションは違うわよね。F150F なんだけど、あれは結構ローやセカンドに入りにくくなる癖があるんで、H55F でも良いかもしれないな。まあ、ミッションの話はいいとして、まだまだしないといけないことが多いみたいね。そうなんだよな、つい現実逃避をしちゃったぜ。現実逃避ついでに言うとだな、これは別の動画で紹介したこともあるんだけど、テラノのシャシーとミッションとエンジンだぜ。あなたの車と比べると随分、スマートな印象があるわね。ああ、エンジンが一回り小さいということもあるんだけど、ミッションやトランスファーなどをシャシーの中にうまいこと収めようという努力の跡みたいなものが見えるよな。そういえば、平べったい印象があるわね。また明らかにエンジンも低い位置にマウントされているな。多分、ここら辺が70系が重心が高くなる理由だし、テラノの重心が異様に低い理由でもあると思うんだよな。あなたがまだトライアルしていた頃にテラノの D21 型とよく接戦になってたと言ってたわよね。うん、そうだな。こうしてみると、エンジンやミッションなどがかなり高い位置に無造作に乗っているってことがわかるよな。言われてみればそうかもね。ま、あまり詳しく言い始めると、貴様はアンチランクルだったのかとランクルフェチの人たちから言われそうなんでやめておくけど。結構、古いディーク系の四駆マニアからランクルが悪く言われる理由の一つでもあるってことは知っておいて損はないかもしれないな。そういう言われ方もしてたってことなのね。ま、俺はメカマニアでも構造オタクでもなんでもない、ただの車をいじるより走ることが好きなマニアなんで細かいことはどうでもいいんだけどな。とりあえず早く直して、一刻も早く走りに行きたいな。なら頑張って早く組み上げないといけないわね。さあ、次の休みも車を組みに行くわよ。あなたが復活するのを待ってる人も大勢いるんでしょ。もう、何年も待たせているんだから、せめて夏頃までには何とかしなさいよ。そこまで言うんだったら、霊夢もちょっと手伝えよ。え、いや、遠慮しておくわ。車の修理なんてしたことないし。ほら、私って良いとこのお嬢様だから油や汚れが似合わないわよ。何言ってんだよ。整備の方法とかなら教えてやるぜ。四駆の世界から引退しようとした俺を引き戻した責任はお前にもあるんだから最後まで付き合ってもらうからな。いや、私も、運転だけしたいんであって、修理や整備とかしたくないんだからね。はいはい、わかったわかった。ツンデレキャラを目指しているのはわかったから、次の日曜日、無理やりにでも修理する場所に連れて行くからな。やめてー、私には巫女としての仕事があるのよー。